こんにちは、アミです。今日はオランダの屋外マーケットで食べられるド定番ではないけどおすすめのスナックをご紹介したいと思います。ここな気がする。アフタークンピア、ディップがいろいろ並んでます。作ってもらってます。すごい大きなジャガイモにこんなトッピングをしていきます。ほぐほぐしている。バター、すごい丁寧に作ってくれている。今チーズを入れて混ぜてます。すっごいトロトロになってる。塩サラダかな。人参、レッドキャベツ、うん、ビーフ、トマト、すごいいろいろ入ってる。ピアを買いました。じゃあいただきます。これはかなりボリューム。あ、これすっごいトロトロの。あ、チーズが伸びる。いただきます。美味しい。チーズとチーズとバターがジャガイモと本当溶けててすごい美味しい。ほらこの中がすごい、ほらトロトロ、あすごい美味しいね。これ野菜も取れるし1個ですごいお腹いっぱいになる。タキシュピザです。タキシュピザを買う。こっちのは水系ねっていうかな。That's it? We sell it up for you.作ってくれてる。ピザに、ガーリックソースとサラダ。それは美味しいやつです。作ってもらった。まだあったかい。岩に座って食べます。タキシュピザを食べます。いただきます。うん、ちょっとピリ辛で美味しい、うんうん、今日これ1つを2人で半分こしたけど足りるぐらいな気がします、うんうん、ルンピア、いろいろある。私はルンピア、キッズルンピアにします。はい、ルンピアを買いました。ソースが選べるんですけど、スイートとスパイシーどちらかって言われて、スパイシーがおすすめということでスパイシーにしました。ではいただきます。うんうん、中は鶏肉が入ってます。美味しい、すごい美味しいよ。ソースがすごいいい。春雨入ってるよ。いや見えるかな。春雨入ってます。すごい美味しい。なんか中の具も結構プリプリしてるので
うん、うん、うん、ベストルンピア。Thank you very much. 焼いてるのと茹でてるのと粒のが。ジュースを買いに来ました。3色になってて、一番上がイチゴで、真ん中がアボカドで、一番下がマンゴーです。はい、全部好きなので全部美味しいです。はい、じゃあいただきます。マンゴー吸った。うん。うん。美味しい。アボカドのとこが一番美味しいかも。うん。美味しい。絶対飲んでもらいたい。美味しいよ。はい、たくさん食べました。美味しかった。今日はザ定番のオランダ名物じゃないけど、ぜひ食べてもらいたい美味しいスナックをご紹介しました。じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。また。